嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説の気ままになったのに、もう都市伝説でもあでもそこまで言えたことがまずもそこまで言えたよかったということでね、はい、モニタリングに感動した後ですけれどもいやもうボロ泣きでございます。ちょっとなんかもうホカホカしてるやんみんな。お前は本当うるせえ。まあ前はうるせえ。一人だけ泣いてなかったんだからちゃんと言え。赤い出身で累戦が赤い出身だし、あ、違う赤い出身だし赤い出身だし。皆さん、森のくまさんっていう歌は知っておりますか？知りません。魔界の賛美歌ですか？いや、賛美歌じゃない。森の雪のみたいな感じで歌うなよ。アナの…アリのだ。アリのだ。しかもお前、その後噛んで、お前、アナのなんて。アナの…今、あかん髪型。森の…そう。あ、じゃあ、さんある日も…あ、じゃある日よ。くまさんのってでしょ。あ、違う違う、なんか一個ワンテンポこうなってるから。五番でね、構成されてる歌なわけなんだけれども、そもそも歌詞がおかしいんですよ。ちょっと思い出しがてら、歌ってやれ。ある日、うん、森の中うまく歌ってよ。ある日森の中くまさんに尺的にだるいでしょ。出会うちな春咲く森の実、はいはい、今日も切るんだ、はい、歌詞見せます。バン、注目すべきはこの2番です。おー、くまさんの本当だ言うことにゃちょっと怖くない？お嬢さん急に怖くない？鬼げーなさ。確かに怖い。言ってるね。怖い。これなんでくまがお嬢さんに向けて逃げなさいと宣告しているかどうかっていうね。ストーカーに追われている人的で、お嬢さん鬼げーなさいって言ってでなんでなんベニヒロか。ゲナス。嘘でしょ。外人。ちゃんとやってよお前。逃げなさいって言って、はいはい、心がクマさんが後からついてくる。怖くねえの？お逃げなさいって言った後に、ついてきてんだ。後からついてきてるという。はいはい。どうだ。森のクマさんっていうのはね、1972年に日本の NHK 番組で紹介されて。一気にこう日本中で知れ渡るようになったわけなんですけど、昔からね、森のくまさんの歌詞が意味わかんなすぎるって結構議論になってたんですよね。あ、そうなんだ。まず一つ目っていうのが、くまさんもお嬢さんもめっちゃアホ説。ありがとうございます。くまさんは捕食する側なのに、もうなんかお嬢さんお逃げなさいなんて、うん、って言ったのに食べたくなっちゃったみたいな。二つ目、くまさんっていうのが人間の軽率を表しているんじゃないかっていう説。 お嬢さんっていうのが何者かにね、森に連れ去られてしまって暴力が振るわれてしまったと。そこでイヤリングを落として、落としたイヤリングを警察が拾ってありがとう、お礼に歌いましょうってあるでしょ。この部分で犯罪のこの細かいこと、詳細とかを警察に言ってるシーンだと。つまんねえな。ほんじゃそれ。そう、え、クマさんが警察だったら逃げなくていいけど、ね、うん、他にも面白い解釈があり、それが恋愛の難しさを表現している説。クマさんはお嬢さんが大好きだが、クマである自分は凶暴のためそばにいると傷つけてしまうと思い、お嬢さんとは距離を取ることを決意。しかし未練たらたらのクマさんはその後を追ってしまう。離れなければならないと決意するものの、忘れることができないという恋愛の奥深さを表しているという説があるのだ。はい、まあこのようないろいろな解釈がありますけれども、まあ結局しょうもない、ね、しょうもない、興味が湧かない。まさかタボンとジェンズがそんなわけないと思うけど、まあ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 、こんな感じなら、サブチャンネルで流しましょう。まあそうですよね。はい、いまいちこの歌全体何言ってるかわからないっていうのは実は、はい、当たり前なんです。その理由があるんです明確な。これなんでかっていうと、まあこのやっぱ2番のお嬢さんお逃げなさいが関係してて、ここだけアメリカの原曲をそのまま訳してしまってるから、どうもよくわからない感じになってしまってるわけです。原曲があるんです。そう、これ実は原曲じゃない。あ、違うの。もともとこれアメリカの。だからお逃げなさい。なるほど。つながったよ。違います、違います、違います。そんな伏線はありません。ではそのアメリカの原曲の歌詞を見ていきましょう。おー、タイトルが The Other Day I Met a Bear。 The Other Day I Met a Bear ですね。
母国の言葉ですか？母国の言葉じゃないですよ。ですか？ The other day I met a bear です。なんでちゃんと説明してんのに徐々にネイティブになってある日僕がクマに会ったんだ。かなり大きなクマと道の途中でね。バカじゃねこの歌詞。まあ日本語の訳だからちょっとなんか堅苦しい感じにはなってるんですけど、うん、まあ日本と違うところは日本は女の子だけどアメリカでは男の子ということですね。なるほど。まあ男の子とクマがこう見つめ合ってこう見てるわけですよ。やだ、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 やだ。次の歌詞です。はい。クマは僕に言ったのさ、逃げなくていいのか。見たところお前は銃を持ってないだろうってね。僕はクマに言ったんだ。そりゃいいアイデアだ。早速ここから逃げるとしよう。この逃げなくていいのか、これをそのまま訳してしまったわけですね、日本は。なるほど。あー、逃げなさい。で、原曲のオリジナルバージョンっていうのは見たところお前は銃を持ってないだろうって言ってるわけ。堅苦しいからもうちょっと意訳するとお前は銃持ってないから今からお前を襲うぜって言ってるわけです。なんでこう言えるかっていうと、この男の子はその次にそれはいいアイデアだ、早速ここから逃げるとしようって言ってるから。アメリカだな。アメリカだな。そう、ちょっとなんかねアメリカンジョークみたいな。見たことお前は銃を持ってないだろ。そうそうそう、それはいいアイデアだ今すぐここから逃げるとしよう無理無理俺はお前みたいな無防備な人間なんてもう全然もう手でもねえから襲ってしまうぜと、はいはい、でそれをこのアメリカンジョークっぽくブラックジョークっぽく訳してあるわけです。原曲の方全くちゃうね。後からついてって貝殻落としてますよなんてそういうポップな原曲ではないわけです。はいはい、で続きの歌詞、はい、僕は走って逃げ出したんだ。でもすぐ後ろにはあのクマが追ってきている。そして僕が逃げている道の先には木があった。これはありがたいと、はい、このことからもう確定だよね。完全に襲われてるって。そうだ、うん、そうそう、もう追ってきてるわけですから、うん、一番低い枝でも10フィートある。僕はジャンプしたんだ、運に任せてね。そしたら体は宙を舞ったけど枝までは届かなかったんだと。状況としてはもう後ろからクマが追ってきてて逃げるとこそこしかねえからとりあえずジャンプみたいな、はいはい、ギリギリな状況ですよね、うん、次。でも眉を潜めて心配しないで、なんとか枝を掴むことができたんだきっと。これで全部さ、これ以上は何もないよ。クマにもう一度出会わない限りね。なんで怖えの。何これ。怖い怖い怖い。逃げ切ったってこと。意味怖みたいな。意味怖だね。他の木の枝を掴むことができて、なんとかクマには襲われずに済みましたっていうお話でございます。なるほど。とまあここでね、通常は終わるんですけど、森のクマさんのこの童謡ってまあアメリカで生まれたんだけど、地方によって話がちょっと違うらしいの。日本でもよくあることで、まあ桃太郎とか。地方とかによっては伝承されている話が微妙に違ってたりすると、うん、そんな感じでこの森のクマさんも続きがある地方もあるんです。この続きの歌詞がなかなか怖いです。続きの歌詞きたきたきた、はい、それがこちらです。そしてもう一度クマに会うことがあったんだ。クマは今は僕の家のリビングの敷物になっている。怖い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 。そう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 、どうしちゃったわけ。怖っ。次会う時は男の子は銃を持っていたんでしょうね。うわー、すげー。でもなんか結構ねジャケ写とかね結構ポップなんですよ。見たい？あんま見なくてもいいけどね。見るよ。じゃあいいやいいよその感じ。金髪のチャンネルがねなんかセクシーな感じで、見たい見たい見たい。こんな感じになってるような。見たいよそれ、セクシーです。ジャケ写なんてこいな。これ左、これ左じゃないのよ。風俗嬢じゃないから。まあね、こんなかこんな風にね、まあ動揺ありますよね。だからまあもう無視できます、怖いんで。ちょっと無視できないから。無視するなってことじゃないですか。いいってもう。めっちゃ重い。怖いねもう。ああ怖い怖いわ。事故のね、そのままね動いてんだよ。マジで最近マジそこバッてなんか通るからね。もう怖いって。全然なんかさね、2月とか寒い時はなかったね。なかったよね、冬眠してたってことですね。本当に暖かくなってからなんか増えたもんね。冬眠制度あんの。おまけですけど、実際にクマと出会ってしまった場合、クマっていうのは時速60キロで走るんで、いいよいいよ、絶対に逃げれません。逃げれます。意味ないんだ。もうどうやっても無理。戦うしかない。木も登れる。木も登れるよ。強木も登れるし、もう泳げるし、何やっても無理。そうそう、やばい、タイマー張るわ。なんか眉間殴るといいらしいですよ。いや、俺だったら眉間殴る。初めの一歩の水は溝落ち溝じゃ無理でしょ。四つん這いなんだよ。いや、直線まで。人間か。いてい
なんでヒョークスリーパーで勝つって言ってすごいやん、頑張ってクマなの頑張ってクマなのクマなのってかお前クマでしょ俺クマなのそもそもファンタリーベアシアターにこんなやつ来るもんでもなんか結構ポップな感じで歌われてるわけです。これ普通に YouTube で検索すればすぐ出てくるんだけど The other day I met the bearあくびあう、あうえんてん銃持ってる豚取りで銃あるよ敷物にすな敷物にすな敷物にすなよ動画に入れるときは敷物になっているかもしれやめろ信じるか信じないかはあなた次第やめろ閉めるな明日からすべすべの道へ進む